どうもこんばんは、します渡辺です。本日は5月の14日ということで原宿にやってきました。いやー、戦場の香りしてきましたね。だいぶ調子悪いな。いきなり噛まれてなあ。中心ね、うん、はい、はい、このフォースワンとあとアパレル、いや、むちゃくちゃ欲しい。で、一応、まあ、今日は渋谷と原宿の2店舗でテント抽選があると、はいはいはい、で、原宿を選びました。これこなしたから多分相当来ると思う。いや、もうすでにね、現在7時半過ぎですけど結構いるらしいんで、多分アコモスブルーの並びとかと普通にぶつかります。 T23 とかそうね、スプリームあるやろ。スプリームはあるけど、スプリームもある。スプリームあんの、うん、土曜か。ストーンアイランド、うん、あ、そうだ、ストーンやな。あ、めちゃくちゃそこら辺がぶつかりまくって結構ごちゃごちゃするから。でもあいにくの雨と。俺らさ、3人で竹下歩いたの初めてじゃない、実は。あ、面白い。竹下3人で歩いたこと一回もなくない？雨の朝7時半。高校の時よく歩いたよ、3人。だいぶ年違うから。さあ、原宿エリア。あー、もうスプリームがめちゃくちゃ並んでますよ。いやー、すげー、スプリームの QR マスクね。2ついけんのか。1ついけんの。そう、なんだ、3ついけんのか。そう、3ついける。ジョーダンもあるから。あれはもう、あっち折り返してるね。すごい、すごい。あ、もう折り付いてる。あ、ほんとだ。うわー、すごっ。早速これすごいぞ。ぐるーって回る感じになっちゃうな。あ、これ ATD ね、新しくなったんだよな、これも。あとも原宿が変わって、あそこから並んでるわ。そう、うん、これはすごいな。なんか女の子多くない？まあ多いかもな。やっぱスムーシーってやっぱ人気なんやかな。これやばいぞ、切られるんじゃない。これ女の子多いっすよ。いいんじゃない、いい文化じゃない。うん、女の人はやっぱ入ってこないからさ。なんかさ、その彼氏と来てるとかじゃなくてさ、うん、女2人とか多い。確かにな、女の子2人とか。まあでもいいことだと思うけどな。スムーシーってやっぱ女の子に人気やもんね。普通にアトモス行くな、これ無理だよ。確かにケツ見えないね。ちょっと待って、これ多分絶対切られるわ。まあ、とりあえず行くだけ行こう、しょうがないよ。これは厳しいな。え、ちょっと待って、こっち行くんだけど。こっちはシュプのあれですよ。これシュプ、シュプは結構シュプもすごいね。交番ぐらいまで行きます。そう、え、これまだこっちあるぜ。これ無理だな。いや、終わんないと思う。あ、でもケツ見えたね。あれがケツだ。いや、絶対切られるやろこれは。なぁ、もう着られてもいいぐらいだよな、こんだけいたら。やばい、人めちゃくちゃいるわ。まあまあまあ、予想できましたね。あ、これだって東京20さんの裏来てますマジで。何人ぐらいいたの？分からん。奥さん150いないぐらいかな。俺150から200ないかなと思ってる。体感200。これ下手したら間に合わないね。いや、間に合わない可能性大だ。で、今日は何を狙ってますか？このようになってます。白黒の。いや、僕ね。あ、白黒ね。はい、はい、はい。これが黒、黒アッパー。ああ。ナチュラル。なるほど。まあ、そういう風に言わざるを偉くなった。でもやっぱ一番人気は黒白なんかな。まあね。多分ね。またこう、ベーシックなカラーだね。でも黒は黒で、なんか、あの、何ナイキのスーツかな。ちょっと、なんか、クロコダイルっぽい感じ。あれが特別仕様感あって、すごい良かったけど。そうね、今日は私たちあの、ガールズアワードっていうのね、あの桜坂が出るんですけど、アリエレって俺ちょっと言ってます。変すぎるよ、俺ら3人でガールズアワードって。でも昔からちょっと一緒だったんだ。あ、ほんと。ああ、念願かなって。最後の桜坂もね、渡辺エリスは見たいと思います。思いこもりすぎ。原口ちゃんも気合の表れがもう含みな、もうステシーさにじみ出てるから。え、久しぶり。こんなん逆に久しぶりだ。なんかっていうか、なんだろうな、この抽選に慣れてない店舗で並ぶのは久しぶりかも。そうそうそう、だから不安なのよ。不安不安。だからさばいてくれるっていう確証がないから。ああ、なるほど。だから変な話、こうこっちの流れを見て俺らが移動しなきゃいけない。だからもう渡辺に託す可能性もあるんで。あるあるある。全然俺はやっぱこれが欲しいからさ。俺に託せよ。紐でこういう目でいいじゃん、こいつよ。これマジ辛そう。高いとこ行きます。リアルダスゲームがありますね。これ池袋に行ったことあるよ。あ、本当？うん。牢屋のやつです。牢屋のやつでしょ。多分そう。行ったことある。面白い、面白いの。面白い。富士急どうだった？行った？富士急行った時は、うん、千日前急全然怖くなくて、バイトだと思っちゃうと
なんか全然怖くない。バイトだとか言うの。バイトだよ。乃木坂とかさ、アイドルが行くじゃん。うん。先日も行くでキャーって怖いで。ああ、乃木坂とかも行ってたね。見た見た。それいろんな散々見たと言ったから、うん、最後の研究室みたいなところでなんか一人出てくんだけど、なんかこんな感じで追っかけてくるんですか。もう笑いそうなっちゃった。こんな感じで、で俺こっちおいじるさ言ってる。乃木坂の話いらねえだろ。1,2,3,4,5,6 これ今いただきました。こちら何か。え、お、すげえ。え、冷蔵箱してる。あ、なるほど。俺と原口と渡辺のがあるってことですね。ほんとほんと、ほんとだ。おー、すごいすごいすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、顔出したらいいんですけど、どうぞ。もう思い切ってはい、自己紹介お願いします。トイプレチャンネルトイプレイでございます、カスタムをメインで YouTube カフェをしております。あの YouTube 始める前にね、連絡くれてね、よかったら一発目の動画見てくださいって送ってきて。そうなんですよ、ちょっといろいろと。すごいそうですね。これがね、まあ、これ見たらね、分かる人もいるかもしれないですけど、カスタムしててすごいんですよ。ダークマリナブルーをいじったやつ。すごいね。今日傘差してないですよね。大丈夫ですか。大丈夫です、ね、ただ降ってきそうですけど。だいぶ濡れてますよ。後で買ってこよう。はい、ということで現在ね、9時、間もなく8:58 8:58 なんで、 AJ1 がね、もしくはスニーカーで出るんで、ここで仕留めれば確かに。この大きなコイン並べるブリーチドコーラルっていう冗談が出ます、これめちゃくちゃいいのよ。めちゃくちゃいいですね、うん、今日だからシンプルな、ね、カラーリングがいっぱい出るんで。いや、そうなんだよ。多分スニーカーの好きな方にはたまんない土曜日なってるんじゃない。急に声小さいの。あ、始まりましたよ。 CP 行きましょう。はい、この原口のカウントを待たなきゃいけないのかっていうのでなんか納得いかねえ。そうだ、じゃあただいま思ってるスピーションのやつもそう、終わり、終わりじゃん。だからまず形式がどういう形式かな、ね、直引きなのか、渡していくのか、それとも iPad でアプリチョイスなのか。でも直引きだと、もう並び多すぎて整理券足りなくて打ち切られる気がする。ってなったら iPad かな。お、すのすのすの。お、すの。お、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 来てる来てる。え、意外と。そう。頼みますよ。とりあえずは、まあ今動いてますけど、スニーカーズはまだ来てない、ね、この辺ぐらいで来てくれないと怪しいよな、うん、だっていつも最近3分だもんね。早いんだよ、大体何足くらいあると思います。500円じゃん。いや、そんなあるか。トータルで300ぐらいあると思うけどね。100ずつぐらいは。後日スニーカーズに出てくるのか、まあ、オンラインで売るのか分かんないですけど、まあ、店に置けるやつ決まってますからね。一応 STC のオンラインでもあるよね。嘘、10時ぐらいとか。あ、マジで。でも先着っしょ、あれどうせ無理だな。さあさあさあ、あれ意外とどうでしょうか。ローソン前マジでな、アトモス並ぼうとしてる人はほぼ全員この列並んでんじゃねえか。どれかけてるってこと。お、あー、ないと。まだなくない。あ、ダメでした。ダメ、ダメ。打ち切りですか。打ち切りですか。あ、じゃあやっぱあれだ、ギリギリで走った人たちみんな意味なかったな。なるほどね。あれだ、あれだ、3000書いてあって。は、多分3000何回いいっすか。見てもらう。さあ、3000、どういうこと。9000いい感じで。え、300からはもうまあ外れみたいな。明日もあるんですよ、じゃあ。違うっしょ。そうっすね、確かに。明日、100番以内で2時間。なるほど、おもろいおもろい。やべ、70、80の間入んないと俺らダメですわ。きつい。いや、きつい。厳しいかもな、これ。はい、在庫切れ。やられました。30分ぐらい待って在庫切れする。まあまあまあ。しょうがない。しゃあないね。急に進まない。マジで進まね。近いなぁ。9時半だもんなぁ。この一本道なんだけどなぁ。全然行かないな。現在、9時42分です。ゴッテン。拾いたらさ、普通に俺買えそうだなとババババってやったら買えました。ということで一応まあギリギリここまで入れる。これもう間に合わないんじゃないか。あと17分だぞ。ステューシーの、あれがステューシー、あれステューシーの尻尾で、やばっ。あっちから来た。でこうグーってなってる。やばすぎる。一周してグリグリグリって。こんな並びねえわ。あと店すぐそこなんだよ。
速ダンス始まって以来こんな並びちゃう。さあということで、間もなくね店舗の抽選が始まりますけど、あともうこれ曲がったらね、今10時12分、長かったですね。今日当たった人はだから、まあ多分デカさの限りだよね。としたらどうだろうな、物によると思うけど、今日当たってる人の方がまあラッキーボーイ、ラッキーボーイ、3000分の300だからね。でも10分の1だからね、まあまあ引けなくもない。確かに最近ね、1番ばっかり引いてるし、今日1番引いたらすごいですよ。これ1番引いたらやばいよ、伝説会。伝説じゃん、激アツの伝説会。伝説会。さあもうあとマジすぐ、あと20人ぐらいじゃん。やっと来たぜ。やばい、もうすぐ、もうすぐ来るよ。今日は30枚かな、30枚や。まあでも30枚以内引いたら1番みたいなものだから、ね、そう思うんだよね。今ちょっとリアルに当てないので黙っときます。どうしよう、多分緊張してるのか。いや、集中にもう入り込んでるから。あの役者の舞台前みたいな。すぐそこだね。あ、もう目の前だ。振り上げてるし。はい、ということで行ってまいりました。あのね、抽選シーン撮影ダメということで、映せてません。ちょっと結果からいきます。はい、47611と461ということで、割と3人ともね、番組ですね。いいよね。3000だもん、ね。やっぱり渋谷も3000で設定してるらしいから、実際3000人は並んでません。多分ね。渋谷はね、もう終わってんだって、全部。で、現在12時になりますけど、原宿、まだまだです。まだまだ。表参道駅ぐらいまで、まだまだ行きます。もうすでに11時からスタートするんですけど、それが押しに押してるんで、原口本来だったら14時50分に入る状態なんですけど、あの多分5時ぐらいなんじゃない？5時から6時なんじゃないこれ、もうガラはいけないじゃんこれ。どうしようね。でも絶対買えるよな。絶対買える。君らのサイズは多分買える。あ、そう、それ3足でいけんのかな。1足でいけそうなっぽい感じなんで。ただ俺たち結構楽しみにしてた、ね、川辺さん。そうですね、これね、何が楽しみって桜坂の渡辺梨沙さんが、来週22日でね、はい、卒業したんですよ。なるほど。その卒業ライブ応募したんですけど、まあ外れてダメだったんで、生で見れるチャンスがこれしかないですもんね。となると変な音楽だって急にの、急にゲーム的な、ここから流れとるファミコンみたいな、クニオ君とかで流れそう、なんか8ビットみたいな、もう長蛇の列じゃないですか。そうね。だからさばき終えたらね、昼の3時とか4時だと思うよ。そこまで行くか分かんないけど、まあ、1時とかになると思う、正直。ね。いやー、ちょっとこう、参りましたね。これはもう天秤ですよね。いつか、リサか。あと、キャバ嬢な。リサの方にはキャバ嬢いるから。姫さんね。いや、そうなんだよ。鈴木愛理ちゃんもいるからね。いや、そうなんだよ。メルルもいるからね。いや、相当思い出できると思うんだよね。もう靴負けるだろ。だいぶ今こうなったよ。靴負けるだろ。DJ1? さっきちょっと抽選し損ねたじゃん、はいはい、でさっき聞いたの店員さんに、うん、何人ですかって言ったら4人しか興味なかった。うわ、いやだからみんなそうステーシーの方が良かった。絶対変えたやん。一般でね、一般でだってスッて行けば変えたの。11時20分ぐらいに行ってもまだあったもん。まだで最後に一足でエースって言ってから、うん、うわー、これもミシッと立ち回りしたなと思って。あれは原口がタバコ吸ってる時間長すぎた。次のシーンであれでしょ、どうなったか。これはちょっと皆さん候補期待、カウントダウンだけじゃしてもらっていい原口。そうだね、ここで、はい、じゃあそれはね、スティーシーか渡辺梨沙かどっちやねんってことで、それまでいきましょう。5、4、3、2、1。こんなワクワクするカウントなかったわ。スニアカ男子、お疲れ様です。あのこっち来たんですね。スティーシー捨てました。スティーシー捨てて会費まかりまいきました。いや、最高におもろかったんだけど、むっちゃおもろかった。むっちゃおもろかった、ビビったんだけど、おもろすぎて。そうですね、STC、ね、あのいい番号なんですけど、本に言うと、こっち来たそうね。最後のね、森下さんが見えて、もう最高でした、本当に。でも、スニーカーはね、最後は船でも買えるんじゃない。まあまあまあ、ね、なんなら、STC に関してはね、スニーカーズも出るものもあるから、スニーカーズ出るから大丈夫。まだあの定価で買えるチャンスはある。そうなんだよ。でまあ俺と渡辺関してはあれか、まあ明日チャンスがそうやねあるじゃん、ね、あるかもしれないよね。そんなも忘れてるぐらい良かったな。でも今日相当抜け回ったらしいから、だから明日可能性は全然あるかもしれない。
結果的にみんなウィンウィンウィンってことですよね。いやマジ楽しかったねえ。よかった、本当に行きたかったわ。ありがとうございますね、本当に。マジで新しいね、刺激。いや刺激でした、本当に。誰に伝えてんの、平成フラミンゴとね、思いました。びっくりしたね、ヘラヘラ30時平成フラミンゴのこの2組が丸山レイちゃんとかね、バーン。だってもう前の女の子が椅子のパイプ椅子の上に持ってこうやって、シークレットでね、セブンメン侍もジャニーズも出ました。セブンメン侍よかったね。セブンメン侍もパーン出てきてしまう、パーン当たったけど、でもやっぱそれ分かるじゃん。もう、まあね、あのもそうだし、平成フラミンゴも余裕でまくってたね。まくってた。いやだから女のカリスマなんだよ、すごいな、びっくりした。セブンメンフラミンゴ、セブンメンフラミンゴ侍めちゃくちゃ入れてるじゃん。セブンメン侍さんのね、一枚とかね。あとね、10月8日あの私の誕生日の2日後にありますので、ちょっと余韻残りすぎて、地中水の話に。あ、そうそうそう。いやでもだから地中水ね、欲しかったんですけどもね、まあちょっと、番号がね、あとあの長蛇の列を見たら、いや結局10時50分に集合が1時50分だったんだよね。あ、3時間押し、3時間押し、原宿に関しては。まあまあいいじゃん、いいショー見たなし。いやー、もう、はい、行きましょう。ということで、シーガーズ、こういう感じでやってきてます。はい、ということで、ジョーダンオンについてね、はい、ちょっとやっていきたいなと思います。これがですね、オンラインサロンの参加人数が139人、うん、はい、うん、結構ね、割と人気あったのかなっていう感じです、うん、そして購入が90。え、すごない、めっちゃいるわ。意外と買えてるよ、めちゃくちゃいる。確かに相当リストップする感じあったか、ね、確かにね、リストップだって、だって買えてるもんね、ね、はい、これはね 64.7% めちゃくちゃ買えてる。3分の2は買えてると思う、ね、いや俺のサイズなかったんだな。いやあれめちゃくちゃかっこいいから、あれ買った方がいいっすよ。いや絶対、まあもう俺は今まで靴追ってきたから分かるけど、2年3年後もしてる、ね、あれ上がりますね、スニーカーです。シャドウ 2.0 だと同じ目で見るのはどうなんだっていう意見もあるだろうけど、そういう目で見てもあれはもっといても全然いいと思います。なるほど。今日だから宿もあったし、ナイキ原宿のゲリラリストックもあったし、ね、なんか原宿界隈はすごかったですね今日 ね、ゲリラリストックもあったけど、まあ、どっちにしろね、もうこっち来てよかったっすね。いや、あの全捨てでこっちでよかった、そうだねっていうぐらいめっちゃおもろかったっすわ。いい刺激になりました。重かったな。いや面白かった。最高でした。はい、じゃあね、本日もね、STUC で大騒ぎしてスクリームも。あ、ちょっと待って待って、はい、俺と渡辺、あれあるじゃん。あ、ちょっと俺もそれ聞けよ。あ、いいね、すげえ眩しいな。じゃあこれ、いろいろ変わるよ、色。はい、ということでね、きらびやかな、鹿たちがなぜか奈良の大仏みたいな感じでね、携えておりますけれども、ガールズアワード良かったということで、19日のSTUCに向けそれまでゲストバイ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 バ